って300超えた？あらあらあら、高評価300超え、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。本当にやばい、10分の3もう達走としてますけど、いやめちゃめちゃありがとうだよ本当に。よし、じゃあこの後もいっぱい歌ってっちゃうからね。ね、めちゃめちゃいいペースだよ。めっちゃかっこよかったです。ありがとう、嬉しい。すごい、あの落語やってそうなお名前だね。いいね、いい名前。たくさん聞いてってくださいね。よし、ということで、ちょっと待ってよ。うん、おじいちゃんだー、ちゃんのさん、5周年おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、また一緒にエペックスやってね。嬉しい、ちょっとお友達がさっきからちょいちょい遊びに来てくれるの嬉しい。やろうね、やったーやったー嬉しい、やったぜ。いや本当にさ、このなんだろう、活動のさ、まあ、5年間でなんだろう、仲のいいさお友達がさ、やっぱいっぱいできたっていうこともめちゃくちゃ実りだなって思ってて、そうそうなのよ。なんかね、そのライブユニオンのその事務所の子たちもさ、みんな普通にめちゃめちゃ仲いいからさ、一緒にまあディズニー行ったりとかもしてるわけなんですけど、まあしょっちゅう会ってさ、お茶したりさ、ご飯食べたりとかしてるんだけど、なんかその同じ事務所以外でもなんかすごいその仲のいい友達がめちゃくちゃできて、その気軽にさご飯行ったりとかさ、そう遊びに誘えるお友達がさいっぱいできたってこともめちゃくちゃ実りだったなってすごく思います。本当になんかその実際にその会ったりとかしなくても、その気軽にそのゲームやろうよとか言えるお友達だったりとかさ、そのなんか作業するときとかにさ、なんかこのなんか作業通話とかさ、そうできるお友達とかがさめちゃくちゃできたの、もう本当に嬉しいことだなと思ってて、本当にライブユニオンさ、なんか普通に仲いいよね。普通に仲いいよね、わかる、本当に。いやめちゃくちゃ嬉しいことだよね。そうなんかこうやって活動でさ、そのチャンネル登録者数をさ1万人超えることができたりとかさ、そうなんか活動は5年間だけど、 YouTube 始めてからはでも3年ちょいとかか、うん、まあそれぐらいだよね多分ね。うん、だから気軽にコラボして。せやな、せやな、気軽にコラボしたい。うん、そう歌枠コラボができるということがね分かったので、ほんとに、うん、いやでもなんか5年間なんかその大変だった瞬間とかはやっぱりたくさんあるけど、なんか総合してみると、そのなんかしんどいみたいなこととかもまああったはあったけど、それはその結局乗り越えられてるし、そのなんかしんどい気持ちをそのなんだろうね、こうパワーというか燃料にして頑張れてるから、まあ、総合的に見て楽しくなかった時あんまないかも。そう、まあ、だから続けてこれたんだと思うんだけど、本当に楽しくなかった時があんまない。本当にすごい。だってさ、めちゃくちゃだって、まあ、リアリティの頃からさめっちゃ配信とかもしててさ、で、まあ、YouTube でも、まあ、頻度は落ちてるけど継続的にさこうやって配信もしててさ、そうで毎回楽しいもんね。本当に配信楽しくない時全然ないもんね。
やばい、エモいぞ本当にずっと楽しいんだから、すごいよ。うん、本当にね、リスナー的にもかなり嬉しい。本当？いや、なんかさ、いやマジでさ、このリスナーのさ、みんながさ、なんかおもろいこと言ってくれたりとかさ、嬉しいこと言ってくれたりとかさ、すごいなんか一緒に盛り上げてくれてる感じがめっちゃするから、本当にね、いつも助けられてるし、私本当にね、マジでこれなんか綺麗事でもなんでもなくて、ただただ事実を述べるんだけど、みんなのおかげで楽しいんだから、本当にこれマジで誇張でもなんでもないし、なんか本当にこれただの事実なんだけど、みんなのおかげで楽しいんだよ、本当にマジでありがとう。いや、これは本当にさ、なんかリスナーのみんなもそうだし、そのなんだろう、いつも一緒に遊んでくれるお友達に対してもそうだし、もうこの環境に対してもそう、あ、本当にもうみんなのおかげで楽しいもうだからさ、6年目もさ、7年目もさ、もうもっと先もさ、もうこの楽しいがさ、もうずっと続くんやろなって、もう勝手にもう安心してるよ、ほんと。もう信頼そうそうそう、だからそう、みんなももうこの楽しいがまあ続くのはまあほぼ確定なんでそうだよ、安心してくれ、ほんとに。でももうトト様のそのなんか声帯が爆発するとか、なんかトト様の全身が動かなくなってしまうとか、なんかそういうことがない限りは、もう配信とかもずっとするんじゃないかな、もうずっと歌ってんじゃないかな安心してくれ、ほんとに。楽しくなくなることなんてあんのかな。いや、わかんねえな、まあ、とりあえずね、今はめちゃくちゃ楽しいので安心してくださいはい、うん、爆発はちょっとだけ見てみてやめろやめろもうなんかの何、もうスイカにさ、あの輪ゴムをさ、つけていくみたいな感覚でさ、トト様の生体爆発を楽しまないでくれセトナイカイにゴジラ来た時はよろしくお願いしますもうそれはね、ちょっとゴジラ来たらさ、まあ、それはちょっとどうにもできんわ、瀬戸のにもあらあらって言いながら見守るしかないよ本当だよもう首に輪ゴム巻いてって、なんかトト様の首がポンって飛ぶみたいなさ、グログログロやばいやばいやばいじゃあちょっとそれやるときは、あの YouTube で配信して、あのチャンネルバンされるわやんねえよ怖すぎるわマジで、もうエンタメに捧げすぎてる、それはやんないから大丈夫だよそうそう、チャンネルも爆発して終わるやんなすぎるマジで。うん、おっていうちょっと怖めの雑談してたら、同説が200人突破ありがとうございます。そして高評価もだってもう360いきそうだよ、ありがとうございます本当にあのまだね、高評価押してない方はぜひぜひ高評価ボタンポチッと押していただけると嬉しいです。あ、360いった、ありがとう、やったー嬉しすぎる、すごい、めちゃペース早くないか。うんうんうん、じゃあちょっと待ってよ、待って、まだ2曲しか歌ってないまだ2曲しか歌ってないって、まあ
あ、すごい高評価がまだ押してない人がまだいた。Please subscribe to my channel and please push good ボタン。グッドボタンプッシュプリーズ。ポチーポチー。耐久したいトト様 VS 耐久なるはやで達成させたいトト旅。そんなか。いやいや、だってさ、もうこのさ、ソングリストのさ、この余白見て、余白見てこれ。ご機嫌トト、おはよう。まだ全然終わんないから大丈夫だよ。うん、今日はね、ゆっくりやっていこうと思って、そう、時間かかるつもりでいるからさ。よし、うんうんうん、それじゃあ次の曲いこうかな。うん、高評価を3回も押しました。よし、奇数なら、奇数なら許す。そしたら、じゃあ次の曲はどれにしようかな、どれにしようかな、これでいくか。突然降る夕立やら傘もない、やいや空のご機嫌なんか知らない、季節の変わり目の服は何着りゃいいんだろう、春とは秋どこ行っちゃったんだよ、息もできない情報の圧力、めまいの螺旋だ、私はどこにいる、こんなにこんなに息の音がするのに、変だね世界の音がしない、足りない足りない、誰にも気づかれない、殴り書きみたいな音出せない状態で叫んだよ、ありのままなんて誰に見せるんだ、バカな私は歌うんだけ、ぶちまけちゃおうか星に、草に張り替える作業もなんとなくなんだ、かけた爪を少し触る、半径300ミリの体で必死に泣いてる、音楽にとっちゃここが地球だな、空気を握って空を殴るよ、何にも起きない、私は無力さ、だけどさ、その手でこの鉄を弾いたら何かが変わって見えたような、眩しい眩しい、そんなに光るなよ、私のダサい影がより色濃くなってしまうだろう、なんでこんな熱くなっちゃってんだ、止まんない、バカな私は歌うだけ、うるさいんだって心臓、青い惑星ひとりぼっち、いっぱいの音を聞いてきた、回り続けていく億年、一瞬でもいいから聞いて聞けよ、私私私はここに、殴り書きみたいな音出せない状態で叫んだよ、なんかになりたいなりたい、何者かでいい、バカな私は歌うだけ、ぶちまけちゃおうか
星に ありがとうございました。結束バンドさんのギターと孤独と青い星を歌わせていただきました。おゆき、うんうん、あ、ピチピチパチパチありがとう。お水生、うんうん、トトザロックトトザロック褒めてくれてますね、ありがとう。よいしょ、ちょっと待ってね、うんうん、トザロも1年前にはまだ生まれてなかったと思うと感慨深い。確かにね、もうボッチザロックにハマってからすごい勢いで覚えたからさよし、じゃあ次はゆったりめの曲歌おうかな。うんうん、お、ご機嫌トト来てくれてありがとう。ちょっと待ってね、多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも日々もきっと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 色褪せろ。多分君じゃなくてよかった、もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れても、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも、立てばきっと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 色褪せる。
月明かりに魔物が揺れる。きっと私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた香る。声も顔も不器用なとこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 抱えてよ。ありがとうございました。ゆうりさんのドライフラワーをプラス2のキーで歌わせていただきました。あ、やんさん50年おめでとう。後でアーカイブ見ます。この耐久トークがうまくいくといいですね。トト様好き。ありがとうありがとうありがとう。いや、めちゃくちゃでもペースがすごい早いペースで高評価がどんどん溜まっていく。わー、400も超えましたね。ありがとうございます。うわー、タコさんありがとうね。本当にこんばんは、初見です。チャンネル登録しました。ありがとう、嬉しい。やったーやったやったやったそう、トト様ね、チャンネル登録者数もあともうちょっとで、あと60人ぐらいかな、あと60人ぐらいで1100じゃないめちゃくちゃ減っちゃった登録者数1万1000人に、ね、なりますのでね、ぜひぜひチャンネル登録もお願いいたします。あ、50年おめでとうございます。この枠聞きながら寝るんだありがとうもう安眠をお約束いたします。トト様のゆうりさんカバーってすごく本人の魅力引き出してるな。お、ありがとう。というわけで5周年おめでとう。どういうわけだ、5周年おめでとう。ありがとう、やったー、みんな祝ってくれ祝福してくれ。うん、よし、ちょっと待ってね、お水を飲みつつ、うんうん、ちょっと喉飴も舐めようかな。よいしょ。そして本日2度目のログインボーナス。よし、ひゃっはーっつってよし景気回復やったー、ちょっとトト様が景気回復させてもうた経済が回るよしよしよし、ちょ待って、リップクリームも塗るわ。あ、フッキーさんありがとうございますこちらこそありがとうなんだよな。うんうんうん、えいじゃ、じゃあ今リップクリーム塗るんでね。そのうちね、そう、ガンにも効く予定なんでうんうんうん、はい、じゃあ次は何を歌おうかな。
なんなら若返りもするめちゃくちゃもう夢の治療薬やん、そんなん。うんうん、よし。それじゃあ、うんうん、本来ね、ちょっとゆったり曲を歌っていこうかな。うんうん、ただいまとんかつのサボテンでキャベツをバリバリ、カキフライをサコサコさせながら聞いております。あーやめろーお腹すくー、お腹すく、お腹すく、やばい。今日はね、トト様起きてから、昨日ね、現場に、うん、スタッフさんが買ってきてくれたパンをね、食べきれなかったやつを持って帰ったんだけど、それを朝ごはんとして食べましたパンと、あとね、友達からお土産でもらったチンスコを食べました朝ごはんパンとチンスコ、すごい、なんか小麦しか取ってないだってトト様はいつも飯テロしてくるじゃん今日はちょっと朝ごはんが雑かもしれない、パンとチンスコだもんだってでもこれ終わったら何食べようかな。耐久歌学終わったら、でもカップラーメン食べたい気分だからカップラーメン食べようね。すごい組み合わせゆき塩、あ、そうそうそう、それそれ、まさにそれだよ、ゆき塩のやつ、そう、まさにそれでした。栄養バランスの崩壊大丈夫、サプリ飲むからサプリを全面的に信用しすぎている女、うんうん、よし、それじゃあちょっともう一曲ぐらいちょっとまったりしちゃおうかなと思いますので、うんうん、そうだな、何でまったりしようかな。ああ、あ、これにしよう。うんうん。お、こんばんは。来てくれてありがとう。よかったら、お歌聞いててくださいね。あ、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 うんうん。幼い微熱を下げられないまま、神様の賭けを恐れて、隠したナイフが似合わない僕を、おどけた歌で慰め君
蓋にしてた見えすいた嘘は満月の夜に破いた儚く揺れる髪の匂いで深い眠りから覚めて君と出会った奇跡がこの胸に溢れてるきっと今は自由に空も飛べるはずゴミできらめく世界が血を拒んでもずっとそばで笑う